はい、どうも皆さんこんにちは。 IQ180 の犬です。よろしくお願いします。今日はスティーブ・アラン別注のクレープスキュールのニットをご紹介したいと思います。クレープスキュールは2012年春夏からスタートした日本のニットブランドです。生地にコットンが使われることが多いため値段も比較的に安価なものが多いです。着心地が良く手入れもしやすくて、さらにデザインもシンプルなので普段使いに優れているブランドだと思います。今回購入したのはこちらの木クルーネックニットです。お値段は17,600円で、サイズは2、色はオリーブを購入しました。サイズ展開は1と2で、色はこのようになっています。商品のディテールについてですが、素材はコットンが使われています。そのため洗濯機で洗うことができ、ウールや絨毛と比べ防寒性能が低いので体温調整がしやすくなっています。私は結構暑がりなので歩く予定がある日はコットンのニットを着ることが多いです。名前の通り木糸が使われているため、このように深みのある色味になっています。編み方はリブ編みで、生地の厚さは結構薄めです。めっちゃ薄い感じではないんですけど、まあ、程よい厚さという感じです。シルエットは全体的にゆったりとしています。肩幅にも身幅にもゆとりがあるようなシルエットになっています。ネックの部分は結構緩めなんで、下に T シャツとか着た方がいいかもしれません。色味とシルエットが非常にいいので、1枚で着ても非常にかっこいいニットだと思います。では早速着ていきたいと思います。はい、マーカーウェアのウェイファーラーコードとオーラリーのデニムとバーカーのロファーで合わせてみました。かなりカジュアルな組み合わせにしてみました。ニットの色味を際立たせるために黒のアウターと合わせてみました。厚みはないですが、シルエットはオーバーサイズなのでゆとりのあるアウターと合わせるのがいいと思います。次は脱いで着てみました。今回はワイドなデニムパンツと合わせてみましたが、細身のスラックスと合わせてもかっこいいと思います。裾のリブがそこまで強くないのでお腹周りのたまりもできにくいです。薄手のコットンニットなのでそこまで防寒性能は高くありませんが、日中帯の気温であればちょうどいいと思います。昼夜の寒暖差が激しい今の季節にぴったりなニットだと思います。はい、いかがだったでしょうか。今買えば即戦力のニットだと思います。手入れも楽で値段も安いので非常におすすめのニットです。個人的には3万とかするニットに引けを取らないかっこよさだと思います。スティーブ・アランの公式サイトで販売されているのでリンクを貼っておきます。サイトではオリーブがすでに売り切れていますが、実店舗にはまだ在庫がある可能性があるので気になる方は問い合わせてみてください。はい、今日の動画は以上です。今日の動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっておりますのでよろしければフォローお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。さよなら。